はい、どうも、Bレジェンド影谷です。今回はですね、リアルスタイルフィットネスクラブの方にやってまいりましてですね、辻元トレーナーの方に、今日はあの腹筋ね、まあ、彼はあの、まあ、フィジークとかね、ベスボの選手なんですけれども、まあ、奈良大会で優勝したのかな。はい。あと、なんだっけ、愛知大会で名古屋大会で一昨年3位ですね。名古屋で3位ですね。はい。の実力なんですけれども、はい、ちょっとお腹どんな感じですか、はい、見せてもらって。ちょっとこの、 あのマイクの紐が出てますね。はい、こんな感じでね、あのいい感じで絞れてますね。はい、はい、でね、まあ、今日はこの辻元トレーナーに、まあ、このね、あのこのチョコレート腹筋を作る方法ということで、以前動画でも紹介したことあるんですけれども、あのハンギングレッグレイズをね、ちょっと今日は紹介していただきたいなと思いましたので、はい、じゃあちょっと辻元トレーナーにバトンタッチしたいと思います、はい、ということで僕はかけます。はい、それでは、はい、ハンキングレッグレイズを、行っていきます。あ、すいません。まあ、腹筋の中では比較的強度が強いので、僕はこのハンキングレッグレイズを、まあ、週に2回ぐらいで取り入れてます。で、まあ、負荷が抜けないようにこのインクラインベンチを腰に当てて、まあ、常に腹筋に負荷がかかるように、意識します。ちょっとやってみます。まあ、このまま膝を胸に抱えるように収縮して、まあ、ゆっくりと下ろしていく。まあ、ネガティブも常にゆっくり腹筋に負荷が乗るイメージで、だいたい10回から15回ぐらいをまあ、丁寧に行っていくというイメージです。まあ、いつもこんな感じで、はい、行ってます。はい。はい、ね、まあ、今あの辻元トレーナーやって見てもらったら分かると思うんですけど、インクラインベンチね、このインクラインベンチでこう腰お尻をこう支えることでね、どうしてもこうハンギングレッグレイズって体がこう前後にね、足上げる勢いでこうスイングしちゃうので、そのスイングするのをここで止めるってことですね。そうですね。はい、はい、であと、ハンギングレッグレイズ、まあ、こういう道具がね、まあ、あればいいんですけど、まあ、なければこうぶら下がってねやるのも一つじゃないかなと思うので、で、まあ、こういうね、これもビルジェンドマッチョ29アブストラップ、はい、なので、まあ、こういったものもね使っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、なんかあと注意点ないですかね。まあ、肩がね、僕は痛いんで、この関節を一つ入れた方が、まあ、体が支えれるんで、まあ、寝たらこれ、なるほどね、はい、あると、そうですね、はい、まあ、手だけでこうぶら下がってやると、やっぱりどうしても肩への負担が強くなっちゃうから、こうやって肘で支えて、体幹固定すれば、胸とか肩とか全体で固定できますので、はい、なるほど、わかりました。はい、ということで、まあ、結構ね、これは強度の高いトレーニングなので、皆さん、あと、まあ、ニートゥーチェストとかもありますよね。あ、そうです、ね。足をこうピーンと上げるだけじゃなくて、膝をつけるっていうのも、はい、これのもう一つ緩いバージョンであると思うので、はい、そういったものも試していただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい、ということで、皆さん、ハンギングレッグレイズで、このチョコレート腹筋をですね、していただければと思います。はい、ということで、また皆さん、お会いしましょう。さよなら。